朝福引きを引いたら一等が出て、あ、ついにメインアカウントでもやったかと思ったんやけど、景品はまさかのドースパでした。はい、エコジャストを僕監督と申します。 eFootball ウィークリーチャンピオンズカップ、今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さて、ですね、前回、まあ、前々回かの動画でですね、まあ、ストライカー一周したんですけれども、でストライカー一周して、このね、確定枠、セレクト所持選手を、まあ、確定させたんですが、なんと引いたのはこちらの、レバンドフスキーでした。で僕現在使ってるレバンドフスキーがこれなんですよね。現在キラで、まあ、1億スキル構成はこんな感じになっておりますって感じです。はい、まあ、このレビーを使ってるんやけれども、まあ、正直、まあ、こっちのね、レビーも、スキル構成はこっちの方が多分ええねんな。ただ、ボーナスセンスがね、EP50% アップと、まあ、ちょっと使いようがないなということで、まあ、今回ね、こっちのレビーに食わせようかなと思います。もう持っててもしゃあないからな、正直。使うことないかなというね、感じなんでね。はい。ということで、で、ただですね、この辺まで来てた、キャンプ。があったんですけれども、この開催済みイベントにね入れられてるんで、皆さんもねお忘れなくね、このねキャンプポイント使ってください。でこれでとりあえず今持ってる方のレバに、星5センス獲得させて、まあ、とりあえず顔面センス欲しいよな。なんやかんやでシュートセンス、あれがないとちょっとねスキルのね、まあ、スキルがうまいこと発生しないよな、まあ、発動しないよな。はい、ということでこれちょっとね、とりあえずこっちのレビに使いましょうか。さあ、見てみようよ。ね、今度こそ。まあ、とりあえず一発目ね。で、二発目は、選手を掛け合わせる。こっちの方が多分ね、出ると思うよ。いいセンスが。選手同士で、星5同士の方がいいと思います。うわ、ダメでしたか。はい。また、キャンプポイント4000を無駄にしてしまいました。はい。2375はまたね、動画外で使っていこうかなと思います。はい、ではですね、こちらのレビーに食わせていきたいと思います。で、2個ね、バッジ持ってるんで、30% の確率で引き直しができると、再抽選ができるという感じですね。さあ、行きますか。30% アップ。さあ、お願いします。顔面センスをください。顔面センス。もちろん、ドリブルじゃない。パスでも、パスはあんのかな？ポジションか、あれ。でもないということで、まあ、とりあえずシュート。シュートの顔面センス。それ以外はいらない。さあ、回ってんね。回ってるよ、回ってるよ、一応。オッケー。あるよ、あるよ。ポジションとパワーもあとあるっていう感じですね。お、来た。銀じゃないぞ。金やぞ。攻めて金。ね、最低でも金。最高でも金だ！ダメだー！パワーか。パワーか。まあ、パワーか。まあ、EP はいらんもんな。でも、テクニック、パワー、テクニック。これでいくか。うわー、やっぱあかんかったか。しかも、アドセンスも何もつかんかったな。悔しい。あ、これで本当にな。本当にこれでもう、ガチャ一周は、本当に無駄に終わったって感じですね。まあ、ただ一応、パワーはついたんで。ふざ。OK。まあ、しゃあないな、こればっかりはもう。しゃあないで片付けたくないけどな。で、この前オークションでね、グバルディオル狙ったんやけど、まあ、そのバッジ手に入れなかったんで、まあ、とりあえずね、このね、まあ、ほんまにね、センスが今つかへんのよね。マジで、こんなんや、今使ってるの。顔面がマジつかんねん。ただ、フュージョンのね、材料持ってるんで、ここも一応、まあ、動画内で引いときましょうか。これはほんま。そろそろね、このグバルデュオールにも顔面もつけたい。頼む！コナミー！あー、うざい。マジか。まあ、こんなんやで。アドセンスもなしやし。はい。ということで、ではもう最後にね、もうこれ、プライムプレイヤーズ。これいっちゃいましょうか。で、今回のプライムプレイヤーズは、なんと5選手。幅広すぎるやらって感じじゃないけれども、まあ、ここで正直育ててる選手とかいないんで、まあ、エンバペかな、欲しいとしたら。まあ、前 3人欲しいよな。エンバペか、もしくはチュアメニ。で、まあ、100歩譲って言っておいるなんです。あとの2人はいらないですね。はい、そんな感じです。言います。さあ、1回25のプレミアムボールもちょっと惜しいけれども、ただ5は返ってくるからな。OK、金旗待ってるわ。なんか金旗が舞うといい選手が出るみたいなね。なんかそんなね、イメージありますけれども、さあどうや。
エンバペ取り預けてくれ。いつか来るエンバペのために、エンバペいつか来ると信じてるよ。さあメニャンか。メニャンはマジでいらん。メニャンはいらんよ。一生使うことないわ多分な。あー、オッケー、まあ、とりあえずもうこれを獲得しとこう。はい、ということでね、まあ、今回はそんな感じのね、ちょっと箸休め的な動画となりました。いやー、本当にいいセンスつかんな。どうやってみんないいセンスつけてんのやろ。はい、そんなね、どうやってつけてるのか、まあこれはたくさんねグローリーをね、多分食わせてるんやなと思うねんけれどもな。はい、ということで、まあ今日この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。